の、3月で参加させてもらって丸3年経つんですけど、こんなになるんだ。早いなと思ってね。ちょうどコロナとともに、うん、ね、そうちょっと参加させてもらったみたいな。やっとね、コロナも就職して、収束しましてね、これからまたどんどんね、頑張って歌っていきたいと思います。説得力が、はい、よろしくお願いします。次の曲は、シーナ&ロケッツの有名ドリームですけど、まあちょっとね、鮎川さんが亡くなられてね、まあ、僕らにとってはまあちょっと、青春時代のやっぱりね、バンドだったんでね、すごいなんか寂しい感じになりましたけども、ちょっと、その思いを込めてね、有名ドリームを歌ってみたいと思います。朝もやろう。